アメリカ大統領選挙でバイデン氏が当選確実となったことを受け菅総理大臣は今朝カメラの前で祝意を示しました改めてバイデン氏、ハリスに心よりお祝い申し上げたいと思います日米同盟をさらに強化なものにするためにそしてこのインド太平洋地域の平和と繁栄 ここを確保していくために、米国とともに取り組んでいきたい。菅総理は今朝、総理官邸に入る際に記者団の取材に応じて祝意を述べた上で、日米同盟をさらに強固なものにしたいと強調しました。また、バイデン氏との電話会談や訪米についてはタイミングを見て調整するとしました。